皆さんどうもこんにちは、ワンディ&ユーポンです。はい、今回ですね、皆さんが待っていたカバー紹介をやっていきたいと思います。ですね、カバー紹介がすごくねリクエストが多かったです。なので今日はユーポンのカバー紹介を公開したいと思います。そちらがアルガスのカバンです。これいつ買ったんだっけかな。結構前に買ったよね。春に購入しました。あ、でですね、カバンにはこれ、ね、静岡県で買ったパンパカパンツのカードケースがあります。であとはこれラプンツェルのカードケース、これはねイオンカードなど入れてます。見てください、セブンイレブンステッカー。では早速中身をご覧いただきましょう。まず一つ目はですね、前のカバン紹介を見てくれた方は分かると思うんですけども、変わらずメガネを持ち歩いてます。まあコンタクトたまにするけどそんなしないんだよね。だからほぼほぼメガネを持ち歩いてますこのようにこれ伊達メガネみたいだよね、大きいから。では次、そして次がこれポーチ2個持ち歩いているんですけど、これはサングラスとお菓子とイヤホンが入ってます。のど飴なぜにかのど飴にオレンジコーラ、これなんか前 UFO キャッツで撮って適当に入れました。で、ユーポンの気に入ってるサングラスと、これがダイソーで買ったサングラス、ミュージカリー用で結構持ち歩いてます。あとはイヤホン、うん、この中身はこれで以上です。本当にザッとしかも入れてません。はい、続いてが、まあ、メインとなるポーチです。フィラのポーチです。この中はね動画で紹介してるんで、よかったら見てみてください。まあ概要欄にポーチ紹介載ってます。で、次が鏡です。やっぱ鏡は欠かせない、お鏡です。これラプンツェル、お気に入り。あとこれティッシュ、裏にティッシュ、中にハンカチまあね、こっちの中身は以上です。続いては外ポケットを紹介していきます。もうね、スマホ持ってる人欠かせない充電器です。ここは充電器の線を挿してスマホ充電できるって感じです。これおすすめ。続いてはですね、お財布です。これめっちゃ長いこと使ってるよね。小学生から使ってない？結構ね、このお財布めっちゃ気に入ってるので愛用してます。ゴキブリ入ってたんだけどえ、なんかカバンにゴキブリ入ってた、なんで？これ遊んでる時にゴキブリずっと入れてたのかな。これパワポンにいたずら用のゴキブリですまあ、というからね、前回のカバン紹介よりかは、まあ、荷物は減らしました。重かったので。ユーポンのカバンの中身はこれで以上です。まあ、あとはね、スマホとかスマホの線とか、あとビデオカメラとか、たまにねパソコンとかも入れてるんですけど、まあ大体ずっとメインとしてはやっぱこれかな、この子たち。前紹介したカバン紹介もぜひよかったら見てみてください。あとポーチの紹介もよかったらぜひ。ということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、ナイライブ、ミュージカリーの方もフォローよろぽんです。では、おつぽん。